はい、始まりました。リアルタイム分析。本日はですね、レオザフットボールと一緒にポルトアーセナルを、分析していただく、素敵なゲストに来ていただいております。林雄平さんです。よろしくお願いします。おはようございます いい声おはようございます。よろしくお願いします。いや、林さんとまさかポルトアーセナルをやらせていただくとはということで、はい、めちゃくちゃ嬉しいんですけども、はい、林さん、今日声の方がなんか朝起きたら調子悪かったですよ。今日朝起きたらちょっとガラガラなんですけど。いや、天竜源一郎みたいな。ちゃんと解説はするんで、はい、いやいや、すみません。いや、だってめちゃくちゃ忙しいっすもんね。ちょっと入りすぎましたね。いや、もうインスタで毎回林さん出てきて、はい、この今日はこれやりますみたいな量がえげつないん で、はい、でしっかり今日もこう準備して、はい、もう本当にそんな方と一緒にやらせていただくのは光栄ですね。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、今チャットもいただいてますけど、はい、はい、わお、えぐーとか声がとか嬉しさより声が心配。すいません、今日朝起きたらね、いきなりかすれてたんで。いや、でもちょうどね、うちの配信だと、はい、解説、普通の解説よりも、まあ、映像があってっていう感じで、うん、かすれてるぐらいがちょうどいいですか。ちょうどよくはないですか。いや、でも全然大丈夫だと思います。すいません。ちょっと今日のアーセナルポルトの見どころ、はい、林さん的にはどこを注目してますか？まあ、アーセナルのボール保持すると思うので、はい、そこに対してポルトのプレッシャーのラインがハイプレスなのか、はい、まあ、基本的にはミドルプレス、ロープレスになると思うので、うん、どれだけブロック作りながらカウンターにポルトはいけるか、うん、まあ、アーセナルはそれをどうやって崩すかっていうのがポイントになりそうですね、うん、はい、結構あれですもんね、ポルトってオーソドックスにミドルプレスのところからみたいな、この僕見た時のやつで言うと4-4-1-1のブロック組んだところからバックパスに合わせて狙う時もあるみたいな、うん、はい、そんな感じですもんね。だと思いますね。なんでそこでセルジオ・コンセイソンのね、僕は本当なんかこう怖い顧問系監督かなって思ってんですけど、ね、うん、怖い系ですよね。ですよね、はい、そういう監督いました、今まで。怖い、まあ、ネルシーニョとか結構厳しかったですけど、はい、あ、そうなんですね。怖いっていうのはそんなにいなかったですか。対してアルテタはあれですもんね、本当に今季やってるサッカーとかも、はい、なんか理想に挑戦してる感じのサッカーですよね。間違いなくそうですし、うん、まあ、今最初ホワイトをこの内側に持っていくのがうまくはまってるんで、はいはい、うん、今日もその 4-2-3-1、4-4-2 のブロックに対してそれがうまくはまりそうな感じしますけど、うん、ですよね。このフォーバックの陣容で言ってもホワイトって結構前の、僕見たリーズとかではカルビン・ヘルプスがいない時アンカーやってて、うん、僕カルビンいない試合たまたま見ちゃったと思って、うん、カルビン見に行ってたぐらいだったんで、ちょっとあれ今日あれかなと思ったら、うん、守備的なのかなと思ったら、あれこのホワイト上手くないって思ったところから、うん、その後投げてきてアーセナル行ってだったんで、この役割できそうだなと思ったところでキビオルが、まあ、左サイドバックで、うん、3バックの左みたいなところがやれる選手なんで、うん、ちょうどこのハマってるなみたいな、ね、今ハマりましたよね、うん、だキビオルも良さ出てきたし、はい、キビオルとホワイトを使っても結構キビオルを中に入れてホワイト高い位置みたいなのが多かったけど、うん、なんかある程度やっと気づいたなみたいな。いや、だからあれやっぱりどうなんでしょうね、この型を優先して、はい、選手の特性の方よりも、うん、チーム全体壊すの嫌でそれやらしてたみたいなのがあるんだと思います。ですね。あとは控えにジェズスは今日は、ジェズスがいないんですね、しっかり、うん、でそこでトロサールですね、はい、ですか。バーンリー戦と一緒ですよね、うん、トロサールとかはこう純粋なというかよく言われるイメージ、もうよく言われるストライカーみたいな典型的なタイプじゃないですけど、はい、林さんから見てどういう感じですか。いや、もうゴール前の能力非常に持ってますし、うん、まあ、あとは頭のいい選手だからいろんなポジション使い分けられる、はい、ゼロトップもできるしですね。で後半から入ってウイングでちゃんと結果出すところもありますしね、うん、だから前線どこでもできるし頭のいい選手、うん、あと最近僕見てると腕ゴールちょっとやばくないですか。もう運動量半端ないですよね。この間 5-0 なのにすごいプレスかけてたりして、うん、もう休んだ方がいいんじゃないみたいな、この怪我心配になってくるみたいな。間違いないね。今もう調子少し調子落としてたけど、ドバイにキャンプ行って、うん、ちょっとリフレッシュして、はいはい、状態上がってきたね。また、うん、あとあれですよね、ドバイキャンプの話で言うとなんか攻撃のセットプレーに特化したキャンプだったらしくて、うんうん、そこからもうライスキッカーで、でライスのキッカーとしての、まあ、得点源になるところに行ってるんで、ドバイキャンプの効果はすごいな。そうそうそう、間違いなかった。ドバイキャンプ前はマルティネリが結構キッカーとして蹴ってたけど、うん、ライスのキックの質いいですもんね、試合通して。いいね、完璧。いや本当にライスのまたショートパスの滑らせ方っていうか、うん、ビュンビュン行くじゃないですか、うんうん、早いけど止めれそうなパスみたいな。おおおお、
いやークソオハナップ的にはな変な気持ちになるんですよ。アーセナル勝ってって気持ちでちょっと見てるんですけど、アーセナル CL でもっと上がっていくと見たいんでなんですけど、ハナップの予想的には僕この時間帯に点取ってくれないと。25までだからね。そうなんですよ。これも込みで入んないと思ってたよ俺本当ですか。ファナップってファナップってなんすか。相槌がファナップこれ入んないんだ、うん、やっぱチャンス作れるポルトも技術高いですね、うん、そうだし、やっぱコンセイソンだよね、突破したの、うん、あ、そうそうですか。縦行ったの。いやこれは親の七光で出てるわけじゃないぞと、うん、ポルトはね結構、はい、4-2-4 みたいな形でやるから、はい、少しブライトン系なんでね。おお、こういう感じで、はい、でウィングが結構高い位置取って、はいはい、それはビルドアップの時の、そうビルドアップの時、はい、だからアーセナルそれに対して前から捕まえに行って、ライスも捕まえに行ってるけど、結構こんな感じで今捕まえに行ったけどここでかわされた感じ、ね、そうですね、うん、林さん、この両ウィングが相手ディフェンスラインの近くにずっと張ってると思います？どっちかというと固定のイメージもあると思うんだけど、ね、はい、低くまで下がりすぎちゃうと結局低い位置に人が多すぎちゃうから、はい、で僕的には、あのこの相手のポルトの両ウィングの背中取るぐらいでやると迂回して中入れれるじゃないですか、うん、でそれによってじゃあサイドバック相手がついてきますと、はい、そしたら裏も寄り添うわけじゃないですか、はいはい、ができるのにこれやんないからずっと狭い門を狙うしかなくなってるみたいな、うん、でこれがウィングバックだと後ろから上がってくからそのいい位置取るんですよ、はいはいはい、なんですけどウィングって高い位置から下がってはるじゃないですか、うん、なんでそうならないっていうのは精神的なところも考えて思うんですよね、うん、だからどっちかだよね。高い位置取るならそこのスペース、さっきみたいに腕を置いてあげたりとか、そうそうそう、でそれで中入ってくるのはまだ分かるじゃないですか、うん、今って特にキビオルは低い位置で左張ってて、でマルティネにもあの高い位置で張ってるんで、結果キビオルにボール行っても縦に高い位置の選手入れて後ろ向きになっちゃいますし、うん、そもそもそこにボール行かないみたいな、うん、これって結構多くのチームがこれで停滞するんで、うん、まあ、仕込みにくいことなんだろうなとかだし、ちょっと低く降りすぎちゃうと、はい、結局多分バックパスしかなくなっちゃうんだよね。それで裏狙うっていうのにはちょっとなんないってことですか、うん、僕結構強制するんですよ俺、自分チームの選手それは。あ、ウィングが下がってでそこについてきたら裏狙えっていう。ああ、すごいね、はい、でも多分低い位置になっちゃうから、はい、そっから走り出してもあんまり背後取りにくさもあるのかも、ね、っていうことですよね、うん、思いっきり多分ついては来ないと思うから、サイドバック、うん、そこに対して。なんでこのサッカーとかも受けるときに後ろ向きになるじゃないですか、うん、これがあと 2-3 歩でいいんですけど、下がるだけで右足側で受けれるようになるんですよね、うん、それだけで全然仕掛け変わってくるみたいな。でもやっぱ足元で受けたいって気持ちがあるっていうのは、まあ、指導した選手にも言われたりとかいろんな人聞いてあるんで、うん、あ、じゃあちょっと林さんにお聞きしたいんですけど、うん、アーセナルどうやったらポルト崩せますかっていう、ね、はい、なかなか難しいよね。でも、はい、一度あったように赤がアーセナルだとしてですね、はい、赤がアーセナルで、はい、まあ、こういうブロックを作られているので、まあ、少し高い位置まで運んだ時に、はい、ここのやっぱりどうしても脇のスペースですよ、はい、ここをやっぱどれだけ使えるか、ここに縦パスを入れるか、うん、一度腕ゴールに入った時に、はい、相手のズレ全部こういう風に入って、そうですね、で大外坂がいてってことですね、大外坂がここにいて、はい、でここに対してこういうサポート入って、はい、やっぱここのアンカーの脇にどれだけボールを預けられるか、うん、はい、後半そこもポイントになりそうです、うん、そこに入んないと話になんだそう。これこういうのってあのご自身のチームで指導される時って何か意識されてることありました、うん、それは多分、はい、僕がハーフタイムに言うなら、はい、ここのやっぱ脇を取りに行こうよって、じゃあ誰が取りに行くのっていう時に、はい、まあ、ここの3センターバックで運んだ時もそうだし、はい、ボランチがやっぱり降りすぎないで、うん、ここの選手をやっぱ釣り出してあげようっていう意識を持たせると、はい、よりここが空いてくると思うから、うん、ここに入れようだけじゃ多分分からないと思う、はい、この選手も釣り出す、じゃあ誰がボールをここに入れるっていうところまで話すかな、うん、イメージとしては。なんでそれが後半その現象を多く見れるかどうかっていうところありますね。この4-5-1は硬いよね。僕はもうアーセナルのウィングの立ち位置だけだと思ってるんですけどね。レオさんだったら何、ここを持ってくるってこと？僕だったらあれですね、あ、そうですね、それで、あと キビオルに張るなって言いますね。ペナ幅までしか張るなって言います。あ、ここね、そうです。それで中も外も行けるようにしないと、うん、今両ウィングが高い位置取ってるじゃないですか、相手のサイドバックにマークつかれてるんで、うんうん、でプラス
あ、それだったら最高なんですよ。それだとこの裏つけるんで、これね、そのまま一緒に高い位置いるんですよ、はいはい、なんで外のパスコースなくなってるんで、うん、ここにいるってことでしょ。そうそうそう、なんであのそこいても腕ゴールに縦パス入ったらサイドバック絞ってくれるんで問題ないですけど、うん、まあそこの難易度高くて失って失点なんで。だからレオさんのイメージはここが落ちた時に、はい、これが別についてこないならここ預ければいいし、 そう、そこでサッカーが前向きで仕掛ければいいですね、うん、でもこれについてくんならじゃあ背後取ればいいでしょ。そうです、っていうで中から取ってもいいですね。でそれとあとはキビオルがもう張ってると外1本しかなくなるんで、うん、この3バックの型で回して前プレ完全にはめられるんだったら、その時だけライス降りてけっていう話をします、ね、うん、でもここに対してあんま出てきてないもんね。そうなんですよ、うん、あのプレスのスイッチかかるときがポルト絶対バックパスのタイミングなんで、うん、これがこっからこうかかったときにこれで、そうなんですよ、なんで3で回して横意識させながら縦入れるっていうのを、うん、今横ない状態で縦だけ狙ってるんで、うん、ここがだけになってるから、はい、ここに出口を作った。そうなんです、うん、ただそれがなんですかね、もう別にそれでも腕ゴールうまかったら別に解決するんで、うん、って感じですかね、うん、来た来たの、あ、いや決めろトロサールですよね。トロサール、いやトロサールこういうのうまいから得意だよね。はい、てかキックうまいな、ライス。いやうまいっすね。だってこれみんなでこうニア側に寄ってきた、あそこ開けてるじゃないですか。そうですね、イメージ通りだね。いやすごい、キックの質がいいもんね、うん、高いっすね。ちょっとキビオルきついっすね。疲れてるね、だいぶいる後ろ。ここでやれる方法としては本当にこの中で言うと、僕だったらあれなんですけどね、うん、さっきの話否定すぎたらっちゃうんですけど、うん、ライスを下ろして曲げないですサイドバックつかすけどね。ああそれは全然いいんじゃない。でジョルジーニアンカーなんですけど、あのいないもんね、だって後ろが。そうです、座りです。前半にもあったんですけど、自分がウイングついてて、自分の後ろのセンターバックが1対1になってる時に、うん、戻って挟み込みいかなかったんですよ。結構そこの瞬間的判断力みたいなのキビオル遅れちゃうところがいつもあるんで、うん、まあ、ガリアンでもサイドバックやってないもんね。そうなんですよね。僕結構いいセンターバックサイドバック絶対できる論結構持ってて、あと逆もあるんですよね、カルバハルとか、うん、カルバハルの場合は僕の中でセンターバックもできるけどマドリーだからサイドバックやってるだけな感じなんで、サリバーは分かるんですけど、マドリアンは全然できるとは思います、うん、キビオル結構おっとりさんなんで、前もチーム怪我人出てる時にキビオルが準備してなくてアルテタブチ切れるみたいな映像だったんですよ、うん、なんかキビオルの奥さんはお尻ダンサーの世界関係ないですか、世界ランキングのあれですよ、かなり上位なんですよ。そのこれここはの、それはどう捉えればいいですか、キビオルのパーソナリティ。だからおっとりではなさそう、おっとりではなさそう。いやあの何ですかね、そのピッチ上がおっとりでもそういうあの性欲出しちゃうみたいなあるじゃないですかそこは別というか本能的というか、お尻ダンサーなんですよキビオルは。カカーデンカであったし、亭主関白であったしくないなキビオル亭主関白ちょっと引いちゃいません。尻に引かれるってことですね、そっちであって、うん、2つの意味でみたいな2人こういう均衡してるゲームの場合は自分から仕掛けますか、0-0でも良しとしますか、置かれている状況によると思いますか。アーセナルが別に0-0でもいいと思うんで、ですよね、次ホーム戻ってきて、うん、ここで無理する必要はないですね、はい、だからそこまで変える必要はないですかね。おえおおマジか、マジか。いやずっとアーセナルがこの回収した後の攻撃がカウンター狙いすぎて雑になってるの続いてたんですよね。すげーゴール、時止まったね。ちょっとでもさ、キビオルはあの役割にしてる意味はわからないよね。あ、ならざるを得ないじゃないですか。そう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 、でも攻撃をある意味もう捨てて、うん、ちょっと精神的にもその、あのセットされたポゼッション攻撃の時により一層左起動しなくなったんで、選手たち的にもじゃあ切り替えの瞬間にすぐスローで狙ったりカウンターで一発のボール狙ったりするのもそこにあるのかなと思いますね。でキビオル、じゃあ左のワイド張らしたら何起きるかっていう、でジョルジーニョ上げてキビオルが中入っても違いますしみたいな。一応セオリーとしてもジョルジーニョも中いますしライス出てっていいところなんですけど、ただこの瞬間的な判断で失った後ですから ね、これはもう決めた人褒めるようなシュートですよね。正直アーセナル勝つと思ってた、こんな試合見させられるなんて枠内あったか。どうですか後半、その前半を終えて林さん的にはやっぱりライン間にどうボールをつけれるか、それが技術的なところなのか、その構造を整えられるのかっていう話されてましたけど、うん、その点後半見てみてどう思われてました？まあ後半の立ち上がりは押し込んでる状況はあったけど、はい、少しそこからやっぱり選手交代とかして、うん、自分たちに流れ手放したなって感じはあったよね。そうですよね。だどうしてもあの交代については悪い交代ではないですけど、うん、やっぱ攻撃面はちょっと捨てた交代にはなったっていう感じですか？間違いないね。
今はちょっと改変した後のカルビンですね。だからこれがジョルジェーニョがここ入って、はい、一回じゃあ4-1-2-3しますか。4-1-2-3で、まあ、アンカーにライスいて左幅厚でトップトロサルのだったのが、はい、ここジョルジーニョ入ったことによって、はい、前に幅厚上げて、そう、前に幅厚上げて、はい、でその前はここが入ってきてたね。そうですね。で3バック作ってでこのまま幅厚がライン感でしたね。ライン感だったんだけど、はい、変えたことによってそうですね、こっちが降りてきたね。そうなんですね。じゃあその間誰とんのと、そうここはいなくなった、はい、でこれが君俺がここちゃうでそここって何も起きないよねってみんなで言ってて、うん、案の定何も起きなかった。そうですね。ボールも入んなかったですからね、うん、でもこれをやる理由っていうのはやっぱジョルジーニョを入れて守備安定させるっていうところあるんで、そう守備の面で見てるんだもんね、はい、なんで今キビオルが取ってる位置を本当ならライス得意なんですけど、うん、そこにライスやっちゃうと守備のとこ危ないから、うん、まあここは 0-0 で終わるっていう判断でいいことしたんですけど、まあちょっともう選手たちは多分点取り行ってましたね。だからこそだよね、ライがキャッチングした後とかボール奪った後にカウンターしようと思ったらカウンター返しみたいな形で失点されちゃいました、ね、だったらそのまま入れて、はい、ホワイト入れて、はい、ライスとホワイトで、はい、ジョルジーニョ別にここでよくない。そうですね、うん、なぜあとあれがあるんじゃないですか。僕思ったのがあのキビオルがライン感上がってったのが、うん、キビオルが周りの空気読んで上がってったんじゃなくて、うん、ジョルジーニョがアンカーの横のエリア取って、うん、キビオル上がりましょうっていうのが監督の判断だとしたら、いやだと思う。だとしたら僕はキビオルの低い位置が怖かったんだと思います。ああここが、はい、なんで上げちゃおうっていう、うん、キビオルあの本当ずれ遅れ寄せ遅れ普通に1対1ぶち抜かれがあったんで、だったら攻撃の時キビオルそこにいた方が低い位置で大丈夫っていう、うん、これを失った後もロスしたのここにガブリエルがいるから、はい、っていう考え方だと思いますね、うん、でもそれにでも攻撃のメリット全くないじゃん。そうですそうです、うん、ないですけどもう守備っていう、だったら誰かに変えてよっていう、そのキビオルですか。そうそうそう、その撤退守備の時はキビオルサイドバック来るじゃないですか、うん、で撤退守備だと人数いっぱいいるんですよ、うん、僕アルテタ弁護士じゃないですから一応こっちのこういう考え方もあるじゃないですか、まあね、だから、ね、僕はキビオルをそもそも使わない側なんですけど、一応アルテタのキビオル入れるメリットとしては切り替えの時にキビオルが低い位置にないことによってキビオルさらされるがないっていう、ここね、はい、うん、で撤退の時には一応サイドバックが本職というか、うん、そこがいるから、いるからまだ、だから結局その配置的なミスで失点したわけじゃないですよ、うん、今回起きたのはカウンター外しの失点なんで、うん、なんでそこは選手のメンタルコントロールできなかったことが問題かなと思いますね、うん、あの状況で急いでカウンターでやってあの1点取り入って取られるよりももうポゼッション安定させて0-0 で終われって言えるかどうかみたいな。だから0-0で終わろうとしたんだろうね、はい、だけど選手たちは1点取ろうとしたっていう感じかなと思ってます、ピッチ上の。だけどそれをアーセナルレベルで変える選手がいないっていう時点でダメなんだよ、はい、選手層が、うん、だシティとか、はい、リバプールとか変える人いるじゃん、うん、でギア上げられないわけよ。そうですね、アーセナルはそれが痛い。なんか上げ方ありましたかね、林さんだったらこうこ こ, こ今日だベンチいないよね正直。そうなんですよ、難しいよね。なんで僕は最初からあれなんですけどね、あの多分ライスディフェンスラインを落としちゃってるんですけど、このメンツだったら。あと僕はあのティアニーを放出してないんで、あキビオル取ってこないでティアニーを使える布陣をやってました、ね、うん、っていう、まあ、ここまで戻る話になっちゃうかなと思うんですよね。でもいたとしてもティアニーも怪我しがちになりますから、まあね、だどっちかっていうと僕はジョルジーニョ入れるときにジョルジーニョにあの早いカウンター狙うなっていう、うん、とかあとあれですね、この声が届くんだったらあのライアとかてかまあハーフタイムですね、ライアにキャッチングした後すぐスローインでカウンター狙うところは本当に通る時以外出すなみたいなってぐらいですかね、僕が言える習性としたら、うん、ゲームをコントロールしてねっていうジョルジーニョに伝えて、この試合は 0-0 が一番いい試合だからっていう、対象するのはいいけど 1-0 で戻ってくるのが一番危ないからっていうのかなと思います、うん、私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。場所は都内近郊。シュアーボ東京で25万人以上に見られながら、報酬をもらって本気でサッカーしませんか？
多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。